はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、忽田良でございます。郁夫様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。昨日ですね、新浦安駅で、浦安支部長佐川信之と政治活動してまいりました。NHK が来なくなるチラシ配りがメインですけど、アナウンス流しながらね、ちょっとだけ凱旋もやってまいりました。新浦安駅は、舞浜駅の隣でありまして、やっぱりその、ディズニーランド風味がちょっと抜けてないくてですね、通る人、若い人ばっかりで、ちょっと NHK に関心ないみたい。次は浦安駅でやりましょうか。あっちの方が、生活感あるから。ということで、新浦安駅、生活感あんまりないんですよ。若い人ばっかり、歩っててね。学校、大学生とか、そういう方が多いらしくてですね。そうするとさ、受信料払ってないから、関心ないんだよね、若い人って。親が払ってるであるとか、そういう感じなんで。地方議員目指してもらう、東京地区支部長大募集であります。東京以外の地区は、参院選後、募集いたします。浦安支部長は、葛飾支部長を募集したときに、募集してくれたやる気のある人であります。東京地区、今のところ、参院選までは東京地区に限らせてもらいますけれども、参院選後、他の地区の支部長も募集いたします。その時はよろしくお願いいたします。反ワクチン、ノーマスク、活動家の平塚正幸、国民主権党代表、都知事選にも出たこんなやつなんですけれども、サユフラットマウントとかいう名前で YouTuber もやってたかな。活動を通じて知り合った中学2年生女子を妊娠させ、家族とトラブルに。だって、これから家族に民事で訴えられるみたいなんですけれども、児童福祉法違反や、青少年健全育成条例違反の疑いで昨年12月26日、家宅捜索されているそうであります。こちらが週刊誌の記事なんですけども、鬼畜かこいつって感じなんですけど、犬畜生がって感じ、犬畜ってね、群れで置いとくと、母親でも娘でも、見境なく乗っかっちゃうんでね、発情期になるとね。メスの方が乗せちゃうっていうか、渋谷で毎週のようにやってたんですね。マスクを外せ、コロナ風邪っていう凱旋はですね、地元の共産党区議会議員が一緒になってビラ配りやってたんで、平塚のバッグは共産党と思われます。共産主義者のね、下半身のだらしなさときたら、これね、俺は正しい、俺に従えってやつばっかりだから、勢い、あとね、民主主義者の作った法律なんか守れっかっていう連中ばっかりだから、勢い、下半身がだらしなくなります。靴沢は、実はワクチン推奨派ではありません。一回もやってないっす。やっぱね、アメリカ製のワクチンが信用できないっていうのもありますけれども、やる前にですね、肺がんが発覚しまして、去年の9月ね、手術含む治療に突入したんで、やらないまま、今、なんとなく今に至っております。靴沢ワクチン1回もやってません。ですけれども、それを他人に強制はしませんよ。冷蔵庫の電源落としたりですね、ワクチン保管してる冷凍庫の電源落としてダメにしたり、接種会場に妨害目的で侵入しようとしたり、凱旋やってワクチンやんななんて叫んだりはしません。自分で勝手にね、ひっそり肉食わなきゃいい話なのに、他人にもそれを強要してうざがられてるビーガンっていう活動家、人種もいますけれども、私はワクチン1回も打っておりますけれども、人にうずなって、強要、強制はいたしません。呼びかけもしませんで。自分だけ勝手にやってればいい話でね。実はアメリカではですね、生野菜が肉より高価、相対的に高価。でね、まあ、レタスとかキャベツとかですか、ビーガンってね、私は高い野菜を食い続けられる金持ちってマウントも含まれてるみたいなんですよ。アメリカ、欧米のビーガンって、私は金持ちよっていうようなね、高い生野菜、食えるのよ。食い続けられるのよ。っていうね、鼻持ちならないマウンティングが含まれる。反枠もビーガンもですね、自分の趣味を他人に強要すんなっつうの。ワクチンに疑いがあるんだったら、私のように自分だけ打たないで、ひっそりと黙っておれっていうですね。役所のワクチン接種事業妨害は公務執行妨害ですよね。最近ね、なんか大きい反ワクチン活動家の団体のリーダーと捕まったみたいでありますけれども、でね、なんかテロ組織みたいに思われて、家宅捜索もされたみたいなんですけどね。豊島区のワクチン推進担当部長はですね、ストレスでおかしくなっちゃって、埼玉県の公園で深夜、下半身丸出しで闊歩して捕まっちゃいました。これもですね、多大なストレスのせいであって、この人が、そういうことが元から好きな人ではなかったんですね、実は。捕まった後ですね、スリルを感じたかった。とか言ってたらしいですけど、部長にもなって、部長にまで出世して、まあ幹部職員ですよ。何やってんだっていうですね。これも全てストレスのせいであります。この人が元からおかしかったわけではありません。外務省発表。外交に関する世論調査。東アジア安全保障環境は厳しさを増している。そう思う。79.0%。思わない。7.7%。この 7.7% ってあれがな、7%、7、8% いるっていう IQ85 以下のギリギリ健常者ってやつかな。そのぐらいの割合なんですよ。ギリギリ健常者って呼ばれる、IQ85 以下。で、IQ70 以下になると、まあ、施設に入ってですね、公的な助けがを得ないと、普通な生活もおぼつかないっていう風になりますけれども、まあ、ギリギリ健常者、というですね、IQ85 以下がこのぐらいの数字であります。中国との外交で最も重視すべき点、1位。まあ、複数回答可能で、この項目が1位になりました。領海侵入に対して強い姿勢で臨むこと。61.6%。まあ、これは左翼。特に橋本徹みたいな、中国となんかうまいことやって利益を得てるようなやつは、青い。顔が顔面ブルージャパンですね。ネットの話。中国に弱気で行くとチベットだぞ。下手に出たって、下手に出たってろくなことはない。譲歩したらどんどん付け込んでくる相手には、強気で行くしかない。ロシアが弱さなら、中国はもっと弱い。中国の軍備って、ソ連譲り。ソ連からの輸入、劣化版だそうであります。で、ロシアが弱さだったら、中国も核兵器だけ気をつければ大したことねえなーっていうのが、世界の常識。中国を信用してはダメ。今までが弱気すぎただけ。相手は恩も義も知らない連中だと認識することが必要。中国をつけ上がらせたのはですね、実は犯人は分かっておりまして、宏池会の宮沢喜一総理であります。天安門事件で世界中からソース缶食ってた中国を天皇陛下訪中で、救ってやった。勝手に配慮する近隣諸国条項を作ってしまった宮沢。売国総仕上げで河野談話中の発表したのも宮沢内閣。宏池会ではこれですね、楕円外交とか、言ってるみたいなんですけど、名付けたらしいんですけど、面倒ごと下げてですね、相手の言いなりになってるだけで、外交じゃねえんだよ。社交ですか？土下座外交とも言いますか？何十年もね、攻撃損なって、平然としてる、それが、宏池会、浮世離れした、公家集団であります。まあ、人の痛みがわかんねえ。この中で一番害悪なのが、河野談話と、近隣諸国条項かな。岸田総理も宏池会の伝統のですね、万事、人ごと、面倒を避けて先送り、ことあるごとに検討ばっかを全部やってますよね。宏池会そのもの、典型の岸田総理ね。外務大臣時代にですね、軍艦島の世界遺産登録で、韓国にまんまと出し抜かれて、してやられて、バカで愚かだから、もう岸田はね、何やらすか見張ってないとね、61.6% が賛成中になるったら、中国に強い態度が必要だって言うんだったら、過半数ですから、次、中国の船がですね、領海侵犯したら、沈めていいんじゃないの？それこそ、民主主義でしょ。民主主義。最大多数の最大幸福じゃないの。安保が厳しい 79.0%、8割。これにはですね、9条があれば平和。大嘘つきの共産党が顔面ブルージャパンであります。ロシアが暴れれば暴れるほど弱る国内左翼。嘘がバレてね、9条で平和の嘘がバレて、危機感覚えたんだか、毎度おなじみの活動なんだか、しょっちゅうやってますね。議員会館前で、ギャー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 集まって、ジジババどもが、9条を守れ。ロシアは侵略やめろ。総がかり、集会開催したそうであります。共産、立憲、社民の議員が参加したそうであります。ネットの反応です。なんでロシア大使館の前でやらないの？なんで議員会館前？武力がないと平和を維持できないぞ。ウクライナとロシアに行ってやれよ。モスクワに行って同じことやれ。素直にスパイ防止法が怖いって言えよ。戦闘地域に行って9条の力で争いを止めてみせろ。主催者発表。900人ってことは90人ってことか。これパヨ山っていうらしいですね。パヨ山。集まった人数の10倍するのがパヨ山。伝統的な計算方法らしいです。まあ絶対でしょうね。ロシアの侵略で9条で平和大嘘がバレまくりでですね。ロシア大使館前じゃなくて、なんで議員会館前でやんだ。慣れてっからですね、これはね。しょっちゅう通って、慣れているからであります。あとですね、集まる人の、高齢者ばっかりなんで、生存確認っていう意味合いもありますね。高齢者にですね、新しい場所を覚えさせるの大変ですもんね。ロシア大使館、私も抗議凱旋行ったことありますよ。麻布の坂の途中でね、すげえ離れてんの、ここで抗議してって言われた場所と、すげえね、広い道路挟んで向かいでね、まあまあ、どうでもいい内部情報なんですけれども、総がかり運動の責任者が代替わりいたしました。今まで文と高山だか、文と高沢だが中おっさんだったのが、高齢に勝てず、菱山直子って読むのかな、若い女に継承されました。正式に代替わり、宇都宮健児と、あと知らねえおっさん、左翼のおっさんなんでしょうね。と、写真撮ってますけど、左翼のアイドルとしてですね、今後テレビにもちょいちょい出るようになんじゃねえかなーって、思っております。C 数を日本が共産新国になっても、つまり我々が政権取っても、革命を成功させても、ロシアや中国のように自由がない社会への逆行は起こりませんと赤旗に、答えました。ネットの反応です。誰も信じねえよ、バーカ。すでに党内で自由ないやん。お前何年独占してんだよ。安倍は独裁ってわめいてただろ。騙す気ワンマンのテロ詐欺師。じゃあ共産党って名前変える。ポルポトもこんなこと言ってたんだろうな。共産主義国で自由で発展している国はない。あらゆる弁明、自己弁護が嘘の塊と。革命成功後はですね、文句あるやつは粛清すればいいんで、どんな大嘘もためらわない。それが共産主義者であります。これ、豊島区委員会で言ったら、懲罰委員会で吊るし上げられましたけどね。古今東西、独裁でない共産主義国は存在しません。もともとね、共産主義って、独裁を正当化するへりくつだしね。田原総一郎だの、関口宏だの、左翼のじじいの言ってること突き詰めるとですね、俺が正しい。俺に従え。だけですからね。カンナオタもそうだな。独裁22年のシーカゾーも嘘をためらわないと。すでに共産党内に自由なんかねえよ。皆無だよ。離党した議員がいろいろばらしてますよ。議員報酬は一旦全額党に納めて生活費もらうとか、意見すると吊るし上げられるとか、除名されるとかね、いろいろばらしてますよね。共産党内に自由がないのに、我々が政権取っても、自由のない国にはなりませんって、嘘つくんじゃねえよ、バーカって感じなんですけどもね。5月4日 NHK スクランブルデモを、渋谷で開催いたします。今のうちから予定開けといてください。よろしくご参加ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。